下助インストラクターの羽石健二です。今日は中川水系の東荒川に来ております。ただここ東荒川なんですけど、中川水系で途中までは荒川で、そこから上流になると鬼怒川漁協の東荒川っていう漁港の管内になるんですけど、そこに来ております。河川はね、ちょっと見てもらうと分かるんですけど、ちょっと幅が狭いんで、今日は使用するロットなんですけど、一応来年発売予定なんですけど、タクティクスショートバージョンのエッジの7号を使いたいと思います。でこのタクティスショート、タクティスは7580あります。そして80は3パターンあるんで、ノーマルの80、エッジの80、HH の80。 HH の場合は陣痛側とかでちょっと風が強い時とかに使ってもらえるといいかなっていう感じに仕上がってると思います。今日はでも7号を使ってみたいと思います。じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあ一応仕掛けから、天井糸が06です。で中水中糸がボロンコートの005です。で花冠周りが05の 5.5 ミリ使ってます。で針なんですけど、オーナーの小玉 6.5 です。でちょっとやってみます。よいしょ、おとりでかいなこれ。最初なんでちょっとおとりがでかい。よいしょ、朝なんでどこで吹かれるかちょっと分かんないんですけど、とりあえず泳がして普通に。ちょっとね、このタクシスなんですけど、さっき調子になってます。なんでこういうガチャガチャしてるとか流れの複雑なとこではやりやすいですね、操作しやすいですね。めちゃくちゃ感動いいなこれ。なんかね、この辺ですごい感度がいい。ね、こういう消火栓はね、やっぱ短いロットでやると楽ですよね。ここで9メーター振れって言ったらね、上に木とかあるんで、それも注意しなくちゃいけなくなっちゃうんで、こういう時に7号っていうのはいいと思います。本当短いんで操作性も楽ですよね、使ってて。自分がこういう小さい河川だとね、あ、入れたい場所入れたい場所に素直に入ってくれるっていうか、管理がしやすいですね、おとりの。これでかかってくれば一番いいんですけどね。でもね、このタクティスの7号は風が当たった時とかすごく楽だったんです。今も結構ちょっと風吹いてるんですけどね、全然風の抵抗もないですからね、使いやすく、風があった時も使いやすくなってます。何しろ感度がすごくいいです。こういうね、川幅がめちゃめちゃ狭いとこでもすごくやりやすいですよ。まあ、絶対9メーターじゃ無理ですからね、こんなとこ。やっと来た。よいしょ、結構カビ下側ですよ。あー、石に引っかかっちゃってるかな。抜きますね。ちっちゃちっちゃい巻き木だ。ほら、背がかり。いやー、苦労した。全然釣れると思ったのに。よいしょ、
したら今度も地合い取ったんで、今度は一回入れたところに入れてみますか。あーよかった、綺麗ですね。あーでももうこれ出来上がってるな、だいぶ。よいしょ、あ、じゃあこうやってね、今度はさっきやって詰め合わせたところもう一回入れてみますけども、全然なかった、あれ、来たかな、あれ、ほら来た、垂れましたよ、よいしょ、ちっちゃい、よいしょ、やっぱおとりが変わるとね全然違いますね。ちっちゃい、よいしょ、これで17ぐらいかな、よいしょ、全然余裕ですね、スポンサーは。まだまだ、まだまだない。でね、この80のね、HH ですと、ちょっと陣痛とか空気流側で、本当風があの辺って強い、北陸結構強い力が多いんで、そういう時なんかにはもう本当に最高ですよ。別にね、9メーターだから釣れるわけじゃないですからね、いいっていうわけじゃないですから、大きい河川でも。あるいは手前にもいるし、風がある時にわざわざ9メーター持ってやることもないですからね。まあ、ファイターを使ったりね、崩れとかあったらしますけどね。もう風が強い時にファイターなんかやってるよりだったら、タクティスの80の HH 使った方が、数は取れると思いますよ。よし、馴染みがいいっすよね、こういう水の中ちょっとガチャガチャしてるとこでも、おとりの、やっぱ先調子だから余計ですよね、先柔らかいんで、その分操作がしやすくて入れやすいところにポーンと入ってきますからね。手前でかかったっすね。結構線がこれグリグリ引っ張ってますけどね。わかります？これ先全然曲がってないの。すごく引きやすいですよね、線の中でも。またまだ、よいしょ、あー目ん玉出ちゃうわね、あー出ちゃった、よし、綺麗な20センチぐらいですね、よっしゃい、
ういう時はね自由に奔放に行くだけ行ってもらって、行きな行きな、そうそう行きな行きな、なんかねもしこういうところでねちょっと変化があるあるようだったらちょっと染めてみたりしますけどね。もう元気よりちゃう後で行ってらっしゃいって。俺来た来たよ、よいしょ、綺麗な姿だ。もう一回今度はちょっと違うルートで、ね、組み飛ばしてみますか。今度は脇っけんやこれ、よいしょ、あれ下がってちゃったなこれ、この時はもうここから伸ばせますか。今もね、あの石の、大きい石の頭にかかったんで。もうこういう時はもう自由に登らせます。行きたいように行ってもらって。あのヘッジとかもね、釣れそうなんですけどね、色的にはいいような気がするんだけど、よいしょ。でね、ちょっとね、こういう、なんていうんですかね、石のよれでたまに動かなくなる時あるじゃないですか。ちょっとね、竿で、穂先で、ワンテンション上げてあげれば、またスムーズにも、結構、登ってくれたりするときあるんで。石ドラはね、結構、いろんな複雑な流れしてるときが多いんで、あゆが、石の横にくっついてるときもあるんでね、その注意した方がいいと思います。これ無駄に中入ってるな、この間。群れもね、かかる群れとかからない群れがありますからね。群れだからかかる、かかんないっていうのは、やってみなしわかりませんからね。かかんない群れっていうのはね、やっぱり一回粘ってもかからないです。魚がいっぱいいるからかかるでしょうと思うけど、かからないですからね。うい、あー団子になっちゃってる、あら、あー団子だ。よくねあるんですよね、あのいい当たりした時にやっぱぐるぐる小鳥が回転してね、この鮎がごちゃごちゃになる時に怖いになりますよね。綺麗だな、ゆる。
この鮎。よいしょ、綺麗。20センチぐらいですね。なんかこの傘はっきりしてですね、石の色がいいとこと悪いとこで釣れるとこ釣れないとこが、やっぱいいとこや、石が綺麗なとこや、魚釣れますね。おっと当たったけど、すっごい当たりだけど乗ってない。もう一回思うことができますか。なんか一匹釣っちゃって水槽がないですよね。反応はいいな、これ石吸ってんのが分かるっすね。なんかそう、ああ、来た。よしよしよし。ほら。よいしょ。まあまあないです。すごい。当たりが。あ、ちょっとかかりどころ悪かったな、これ。お耳が出ちゃった。お耳を押して中に入れたらいいでしょ。もう一匹いるかな。よし、もう一匹いた。ピンポイントで。よいしょ。ほら。あ、あれ。今すっごい。あれ、どっか行っちゃった、さっきの間。あれ、どっか行っちゃったな。やっぱ7号になると狙い撃ちできますからね。短いさは本当狙い撃ちですよ、ピンポイントに。
サクセションサーの方がねやりやすいですよね。こういう複雑にガチャ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 あるようなとこは攻めやすいですよ。ちょっとねこういうところのガチャガチャしてるとこはね反応するのは早いですからね。もうすぐイタラもかかりますから、いない時はもう次へ次へとポイント移動してね攻めた方がいいと思いますよね。あっと釣れたね。はい、お、まあまあだね。よいしょ、釣れてる。よいしょ、よいしょ。もうでも8月24日なんですけどね、鮎がもう多分これ成長しないんだろうな。これでなんかメスはもう卵持ってるような感じしますもんね。ほら来た。おい、もう一匹いるな。雷が鳴ってるからあと一匹釣っちゃおう。うん、釣れたな。よかったよかった。よしよし、もう一匹、よいしょ。お、黄色い黄色い。おらーい、見えた。俺の獲物が見えた。あ、来た。来た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 。ほら。かわいこちゃんです。これです。あ、お疲れ様でした。一応2時間半ぐらいですかね、やってみたんですけど、いやー、なかなか釣れなかったですけど、まあ、多少は釣れたんで、10匹には超えたと思うんで、で、まあ、やっぱこういう小さい河川はね、こういうタクシックスの7号坂が一番いいと思いますんで、ぜひ使ってもらいたいのと、その、80、今日で紹介できなかったんですけど、80のその3スペックあるのが、ぜひ皆さん、手に取って見てもらえたらなと思います。今日はありがとうございました。